こら辺。宮瀬さんは12年ぶりにそこを訪れた。津波で流された自宅があった場所、両親に電話で確かめ、なんとか分かった。この景色とこう自分の記憶を照らし合わせながら、重ねながら、今すごく思い出してます、当時のことを。実は去年 TBS ドラマ君の花になるに出演して注目を浴びた宮瀬劉備さん。半年後、どんな結果でもせめてみんなで笑っていた頃に戻っていたいんです。 CM やドラマに立て続けに起用され、今最も活躍が期待される若手俳優の一人だ。震災発生当時は宮城県東松島市の小学1年生だった。あの日、東松島市の延びる海岸には高さ10メートルを超える津波が押し寄せた。市街地のおよそ 65% が浸水、7割以上の住宅が倒壊するなど壊滅的な被害を受けた。宮瀬さんの自宅も津波に流され、市内の親戚の家に避難した。以来、震災当時の地元を訪れることはほとんどなかった。正直、嫌な記憶を思い出したくないっていうのは絶対あったなっては思いますね。あんまり考えないように生きては来たかなって思います。その地元を宮瀬さんは先月12年ぶりに訪ねた。自分の目で現場を見て、両親や地元で暮らす人たちにも話を聞き、自分の命がどのようにして守られたのかを確かめる。そして震災を風化させないよう伝えていきたいという。伝える側だったら自分もこう乗り越えなきゃいけない部分があるなと思ったので。12年前の3月11日、宮瀬さんは小学校で帰りの会の途中、激しい揺れに見舞われた。そして間もなく母が車で迎えに来た。後部座席に宮瀬さんを乗せ、母の車は田んぼの間のこの道を走っていた。景色は覚えてますね。断片的にそこのバッっていう感じは覚えてます。保育園にいる妹をこれから迎えに行くのかな。宮瀬さんがそう思っていた時、泥水が地を這うように迫ってきたという津波だった。もうお母さんがもう車を U ターンさせてブーンと走ったんですけど、やっぱ追いつかれちゃう。洪水みたいにダーンってなってきて流されて、水量を増した津波に車ごと押し流されていく。その当時の記憶が頭の中にこうフラッシュバックしてきて、不思議な感覚ですね。今、当時は怖いとかはなかったんですけど、何が起こってるのかわからないっていう方が強かったし。そしてここも津波でこうバーッと流されて、この山に流れ着いて、道路上を数百メートルにわたって津波に流されてきた車、緩やかにカーブする地点で道をそれ、斜面に乗り上げた。宮瀬さんと母親は即座に車を飛び出した。そして斜面を必死に登った。その後、津波は勢いを増し、乗っていた車は流されていったという。妹たちをそのまま迎えに行ったりとか、どっちかこう違う方を選んでたら、もしかしたら本当に死んでたかもしれないし、なんか一つ一つすごい偶然が
重なって今生きていられるんだなっていうのは、やっぱ現地にこう戻ってきて思いますね。少しでも何かが違っていたら、自分の命が失われていたかもしれない。高台に逃げた宮瀬さん、12年ぶりに現場を訪れ、そこで目にした光景が蘇ってきた。やっぱり流されてる方っていうのはいましたし、遺体とかもその時初めてこう見たので、その自分だけが助かってよかったのかとか、当時はそういうことも後々思ってましたね。仲の良かった同い年の鳩子も亡くなった。信じられない、亡くなったっていうことが嘘だとずっと信じ込ませてました、自分の中で。僕じゃない、その自分じゃない命もたくさん失われたので、なんかそこはこう悲しいし悔しいし、すごいいろんな感情が湧いてきますね。来た、歩いてきた。続いて母校の小学校を訪れた宮瀬さん、待っていたのは。久しぶり。久しぶり。3歳の頃からの幼馴染、高橋ひいろさんだ。二人の母校は津波で大変な被害を受け、取り壊しも検討されたが、今は植物工場として校舎の一部が活用されている。ここにヒーローが来るの何年ぶり？ここの閉校式みたいなのぶりかな。ああ、あの日宮瀬さんが母親の車で学校を離れた後、津波は校舎の2階まで押し寄せ、ヒーローさんらは3階に避難した。今も当時のまま残されている3階のこの小さな音楽室で、同級生や近くの住民らおよそ400人もの人が一夜を過ごしたという。俺は学校にいたわけじゃないから、ヒロたちがどんな経験してるかは全然わからないから、うん、そのどういう感じでこう津波が来たっていうのを。まず家がドーンってこう動き出して、うん、こう流れてきて、うん、なに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 みたいな。でもそこからもう一瞬にして真っ黒い波がバーって流れてきた、うん、これまで互いに話すのを避けてきた震災当日のこと。12年が経ち、二人は初めて当時の経験を確かめ合った。リュウビ君も大丈夫かなみたいな、なんか心配が。いや本当に心配でしたよ。でももう人がいすぎて、あの帰ったことを僕はあんまり知らなかったので、人がいすぎてどこにいるのかなって探したりはしたんですけど。あ、そうなんだ。宮瀬さんには今ヒーローさんに聞いてみたいことが。ヒーローはその震災を経て、こう自分がこうこれからどうしていきたいっていう職業、こうど将来の夢とかそういう理想像ってある？僕はその震災を経験する前までは、その物を作る仕事、設計士とかっていうのが夢だったけれども、まあ震災を経て当時この真っさらだった土地を見て、あ、震災復興のために地元のためになるような仕事に就こうかなっていうふうに感じたかな。命の大切さっていうのをもっとこういろんな人にこう伝えていきたいよね。命の大切さは本当に経験できた出来事かなと。宮瀬さんは当時対応に当たった教師とも再会した。宮瀬龍美です、よろしくお願いします。当時浜市小学校にいた、玉上です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。集まってくる。
玉神信行先生。当時玉神先生らは津波が校舎に到達するまでの間に学校に残っていた児童を3階に避難させ安全を確保した。しかし宮瀬さんを含む20人の安否がわからない。迎えに来た保護者に引き渡してしまったためだ。児童の多くは沿岸部に住んでいた。当時はまだなんとなく迎えに来たらまあ返すっていうようなそういう考え方もありましたので、いやダメです、絶対ダメですってまだやっぱり言えなかったっていうのは、やっぱ反省すべき点かなと思います。結局20人は全員無事だった。だが先生は児童を引き渡し命の危険にさらしてしまったことを今も後悔していた。宮瀬さんが初めて知った先生たちの思い。すごくこうびっくりしましたし、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。はい。宮瀬さんの母校は近くの学校と合併し別の場所に移った。この中で震災後に生まれた人たちでいる。結構多いな。子供たちにとって宮瀬さんは今憧れの存在だ。学校には宮瀬さんの同級生が卒業前に書いた3月11日への思いが残されていた。震災後転校した宮瀬さんは初めて目にする。命をつなぐ、大切な命を守るために、本当にこれがいろんな人に届いてほしいなって思いますね。ニュースディグ。